さあ、おはようございます。2008年11月25日、ただいま5時55分55秒を過ぎて56分になりました。 MC 島のモーニングコンシェルジュでございますけども、今週も明るい話題、そして皆さんの質問によって番組を作っていきたいと思います。それでは今週一発目の明るいニュースです。はい、連休中にね、こんな新聞記事が出ておりました。さよならゼロ系44年の奇跡ということで、これゼロ系でございますよ、ね、新幹線ですが、初代の新幹線、昭和39年にね、できました。ちょうど東京オリンピックの年ですけども、そこからずっと走ってきた新幹線ですが、いよいよ11月末で引退ということで、ラストランがあると。なんと最終日の新幹線はもう発売した瞬間に全部売り切れたということでございますけども、ここ高度経済成長のね、本当に要というか、もう象徴でございました。この流線形のこの形でね、当時斬新だったですけども、航空機をイメージしたということですが、一個一個ね、金槌、トンカチでどんどんとこれ叩き出して作ったということでございます。本当に、お疲れ様でした。またね、最後乗ってみたい気持ちもありますけども、温かくね、見守りながら、鉄道博物館で会いに行きたいと思います。さあ、続きましてですね、質問コーナーです。今週の質問はこちら。部活でどうしてもレギュラーになりません。どうしたらいいですかということですけども、新馬もですね、高校の時に野球部に所属をしたんですが、私も全然もう箸にも棒にもかかんなくてですね、レギュラー組からずっと行ってかれて、本当に一度もレギュラーを取ることなく、引退していった口でございます。で、まあ、まずは言いたいのはですね、レギュラー組になる、これはこれですごく幸せなことですし、頑張ってもらいたいと思いますが、レギュラーにもしならなかったとしても部活人生っていうのはすごく楽しめるなというふうに思っています。私の場合にはね、そんな偉そうなことは言えない。途中でね、部活嫌でもう厳しくてやめようと思ったんですよ。で、まあ、結局はこうやめられずにスコアラーの方にねなっていったりとかしたんですが、スコアをつけながらですね、自分のこのレギュラー組のみんなの頑張りこう見ながら一遊できたりとかすることもありましたし、甲子園のスタンド見てても爽やかじゃないですか。自分たちの仲間がねプレーする姿を見て一喜一憂して涙を流したりとかね、心から応援したりとかする姿、それだけでもこういいなっていう感じがします。ですから、まあ本当にレギュラー組が故障した時にね、よしじゃあお前も頑張るかっていうふうに声かかるような、そういうポジションまで頑張るっていうのも一つの手でしょうし、まあそれができなかったとしてもね、最終最後までみんなと心を一つにするっていう体験、これ詰めるのも部活のとてもいいものの一つだと思いますから、ぜひね、まあ諦めずに自分のできる範囲頑張って、卒業する、引退を迎えてほしいなというふうに思っています。ということでね、今週も、いろんな質問に答えてまいりますので、ぜひこちらの方までね、質問をいただければと思います。それでは今週も頑張りましょう。